はい、それではただいま行いました全日本スーパーフォーミュラレース選手権第10戦の記者会見を行いたいと思います。まずは3選手に拍手をお願いいたします。それではまず今季初優勝をポールトゥインという形になりましたトムス・エンゾ・ツルーリ選手に振り返っていただきたいと思います。どんなレースだったでしょうか。 So congratulations and so could you give a recap of the weekend so far? Yeah, thank you. So really good day today. Qualifying one, we managed to put all together. The car was really good. We did a good lap, so really happy about my first pole position. I've been struggling a lot in my career to put a good qualifying. Now I'm getting better and better this year, so I'm really, really happy. And race one, did a good start, and then I tried the first five laps to don't stress too much the tires, to take a bit of a gap, and then try to push and stay as fast as I could, and keep a good rhythm. And I tried to manage the tire on the last lap to put the fastest lap, so I'm really happy. I want to thank Yamada-san, the team, my engineer Yoshitake-san. We are improving every race, not easy, but we will work harder to try to win more races. はい、本当に今日はいい日だったと思います。もうすべてがうまく、コンビネーションとしてまとまったと思います。で、僕自身初めてのポールということで、とにかく予選を頑張らなくてはいけない予選を課題にしていたんですけども、それがうまくいってよかったと思います。レース1の方ですけども、スタートはすごく良かったです。最初の5周ぐらいは、なんとかそのギャップを作ろうということで、タイヤを痛めつけないように、タイヤを使いすぎないようにして頑張っていました。で、なんとかその後は、リズムをその維持することに、してましたし、で、最後の方は、とにかくファステスアップを取るべく、タイヤを使って、それで走っていけたと思います。本当に山田さんをはじめ、チームの皆さんがすごく頑張ってくれたということが、私にとって今日の結果につながったと思っています。で、毎戦毎戦やはりその良くなっていくっていうのはすごく難しいと思うんですけども、それを私は自分は目標に自分としてそれでやっていかなくてはいけないと思っています。昨日の練習走行でちょっとアクシデントがあって、その中での今日大きなステップがあったと思うんですけども、昨日の影響、車の面あるいは体の面、大丈夫だったでしょうか。So you said yesterday you had an accident around the track, and so, but then you managed to complete a very big step for you in your career. And how was the car, and how are you yourself? You recovered well? Yeah, so yesterday was a little accident, I had a bit of a problem on the car, and I went on the sausage coke, so the car was a bit damaged. I didn't feel so good, I went to the medical check. I'm still not 100%, I have still a bit of pain on my back, but it's okay. During the race, I don't feel it, just a bit after. But yeah, I try to stay calm, relaxed yesterday night, and come tomorrow morning with the same mentality as always. I try to forget what happened yesterday, and I think it works really good. はい、昨日のちょっとアクシデントの後、ちょっと車はダメージを受けてしまいましたけれども、なんとか走ることができたと思っています。で、私の体の方ですけども、セッション終わった後にメディカルに行って、まだ背中は痛いんですけども、レース中は、あまり痛みを感じませんでした。腕は大丈夫でした。で、昨日も大事を取ってゆっくり休んだので、レースになったら、そういったことは忘れて、行かなくてはいけないなと思ったので、それは大丈夫でした。このレースを勝ったということで、明日の最終レースもポールスタートということになりますけれども、残り2戦に向けていかがでしょうか。 So, by winning this race, you will start the next race from pole position. And so, how do you look forward to the, towards the end of the race this evening? So, like tomorrow race will be a bit shorter, but we will use another set of tires that probably we will be using race 2. So,we need to find a good setup to don't stress too much the tires, but the plan is always to get a good start and find my pace and keep looking forward just to have a clean race like today. はい、明日の方がレースの距離が短いんですけども、今度は新しいのセットのタイヤになるので、違うセットのタイヤになるので、そのタイヤを使いすぎないようにしていきたいと思っています。そしてまた私のやっぱ自分でいいペースを掴んで、いければいいと思っています。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。すみません、本日に初表彰台という形になりました。ルービースポーツ、堤雄一選手です。今日の第10戦を振り返ってください。
はい、まあ、ここまで参戦してきて、非常に苦しい、シーズンだったんですけども、まあ、本当やっとこの場に立てたということで、僕を応援していただいている、皆様、そしてチームのみんなにまずは感謝したいと思います。まあ、今週すごい持ち込みセットを、今までより大幅に変更して、それが結構当たってて、非常に調子良かったんですけど、まあ、予選もしっかりと合わせ込めれば、上位に行けるなっていう自信があって、で決勝もまあ正直スタートしか、抜くチャンスはないかなと思ってたんですけど、まあ、うまく成功したので、なんとか2番手を最後までキープできたっていうところは、しっかりこのドライでレースで、表彰で獲得できたのは自信にもつながりますし、チームがやってきたことが、今回間違いではなかったなっていう、自信にもつながりました。はい、終盤平良選手が追い上げてきている中で、ギャップがコンマ5コンマ6という中で、何種も厳しい状況があったと思うんですけども、まあ、特に最後100アールの出口でかなりリアスライドしているような感じで、まあ、かなり辛そうにも見えたりしましたけども、そのあたり状況いかがだったでしょうか。そうですね、レース中盤あたりから平良選手のプッシュを受け続けて、まあ、GT でチームメイトなんで非常にもうちょっと優しくしてよって思いながらミラーを見てたんですけど、まあ、でも非常に彼がペースがいるのが分かってて、で僕自身もそのレース後半ちょっとリアが厳しくて、最終ラップなんかもすごいかなりリアがきつくてきつかったんですけど、とりあえず抑えきれたということで結果的には満足です。ただ今日の課題を明日しっかり克服して、明日はもうちょっと、逃げれるように頑張りたいと思います。まあ、同様にこのレース、2番手でフィニッシュということで、明日の最後の第12戦はまたフロントロースタートということになりますけれども、いかがでしょうか。そうですね、まあ、基本スタートを、しっかりと成功させて、チャンスがあれば、抜くというイメージで、積極的にレースをしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは本日3位という形になりますが、トムス・平良選手です。第10戦振り返ってください。はい、まずはスタートのグリッドが、いつもより下5位からということで、普段とは違う景色からスタートになりました。僕が得意としているはずのスタートも、全然ダメで、ストールした、古谷選手を抜いただけというなんか、スタートに関しては全然ダメなっていう感じ でした。でレーススタートしてから、小池選手を、オーバーテイクストレートにすることができたんですが、事前に、ウィングの角度などを、いろいろ見てたので、まあ、ストレート小池選手に対してはストレートでチャンスかなとは思って狙えました。で小池選手を抜いてからは、前を走る堤選手を追う展開となったんですけど、やっぱりなかなか、くっつけないという状況でした。まあ、もちろん栄光な 100R の高速コーナーで、ダウンホースが抜けて4立ちしてしまうっていうのが何回かあったので、そのリスクも、マネジメントして、栄光な全然スピード上げていけねえっていう感じで、レースが進んでいきました。まあ、最後抜けなくてちょっと残念です。まあ、それいう こう厳しい状況っていうレースが今年それほど多くなかったのかなという気もしますけれども、まあ、今回からちょっとタイヤが変わる中で、上下走っている中では、まあ、平選手だけはこのタイヤでのフルレースを経験されているのかなという中では、おそらく最後終盤に向けて、狙っているんだろうというふうには考えていたんですけども、そのあたりいかがだったでしょうか。そうですね、このタイヤは最後までタイヤが落ちずに走ることができるので、まあ、まさにエンゾが最終ラップにファステスト出したのも、まあ、レース中盤セーブしているのもあると思うんですが、最後までプッシュできしても、大丈夫というところでは、皆さん最後までプッシュしてたんじゃないかなとは思います。まあ、ただ3位とはいえ、表彰台いいですし、選手権という部分を考えても貴重なポイントになるかなと思いますが。そうですね、この3位はかなりでかいです。特に第1レースですし、明日はポールポジションからのスタート、明日の第3レースもこの3番からスタートできるということは、優勝も狙える位置なので、この2つポジションを上げての3位はすごいでかいです。はい、ありがとうございます。